本日は7月5日月曜日、ただいまの時間が午後6時半を回ったところです。はい、本日のお相手は私佐藤博之と、はい、制作部の相澤と、はい、大内と畑中と大内です。よろしくお願いします。楽しいな、明るくね、軽く今日はね、もうまた渡り大間行ったの、はい、最終日、はい、最終日どうしようしましたよ、もう疲れましたね。やってないですよ、うちの早いんだ、おい、もうちょっと乗れよ、お前は一人だけ疲れてる子いる。そういうのが必要でしょ。はい、というわけでね、はい、こちらですね、進まないですからね、ましたが、はい、また青と龍馬行った、はい、こちらはキャラメルボックス 25th さんサマーツアーと称してありますけれども、はい、こちらの空席情報からいきたいと思います。はい、まずは東京公演はいよいよ7月10日土曜日から8月8日日曜日まで、サンシャイン劇場で行われます。はい、こちらは今予約状況どんな感じでしょうか。どんな感じですかね。はい、こちらはですね、引き続きのご案内になりますが、はい、最終日8月8日はキャンセル待ちのご案内になっておりますので、直接キャラメルボックスまでお電話でご予約をお願いします。電話でね、はい、電話してください。はい、それから土曜日のお昼の会は、はい、やはり混雑しておりまして、はい、2階席でのご案内の可能性が非常に高くなっております。はい、なるほど。あとは土曜日の夜もですね、今もう1階席の後方でのご案内になりますので、なるほど、土曜日日曜日をご希望のお客様はお早めにご予約をお願いします。そうですね、はい、はい、平日はまだまだ大丈夫ですね。まだまだ大丈夫です。優しいんですよね。はい、でも2階席もね、見やすいですからね。まあ普通にね、はい、そんなに見にくいことはないので、はい、はいはい、よろしくお願いします。続きまして名古屋公演です。はい、名古屋公演は8月14日土曜日から16日月曜日まで、うん、名鉄ホールで行われます。はい、こちらはどんな状況でしょうか。はい、こちらは、3日間ともまだご予約いただ、あの指定席でご予約いただけます。うん、は日曜日がですね、名古屋公演唯一の海組の公演ですので、はい、混雑してきております。1回だけなんですよね、僕ら1回だけなの。1回だけです、僕ら。あら、1回なんでぜひ、はい、そうなんですよ、せっかく名古屋行きますからね。そうですね、僕らね、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして最後は神戸公演です。神戸公演は8月21日土曜日から29日日曜日まで新神戸オリエンタル劇場で行われます。はい、こちらどうでしょうか。なんで半笑いなんですか。今半笑いでしたよね。本当ですか。はい、あ、ちょっとおかしいな。うん、じゃあ次行きましょう。神戸公演の空席情報ですね。はい、こちらですね、最終日29日の日曜日はですね、もうちょっと一旦ご予約締め切らせていただいて、キャンセル待ちもなく、待ちも今ちょっとこちらキャラメルボックスでは受付を終了しておりまして、あら、どっちですか、海ですか、空ですか、どちらでしょうか。どちらでしょうか。海。はい、そんなとこね、はい、関係ない、はい、関係ない、はい、はい、ですので、29日のご予約は前日予約のみということで受け付けてますので、はい、28日に、はい、早めにお電話いただければ。何時からですか、それは。これは12時から。12時から、はい、12時から、はい、前日の12時からですね。はい、はい、よろしくお願いします。今日はお客さんだったけど、通し稽古の4回目がありまして、はい、僕と達也さんが出てる、空組の方の投資稽古だったんで、大西、ね、さんと畑中さんは今日はね、そう、見学でしたね。はい、はい、なんか不思議ですよね、投資を見る、だから自分が出てる芝居で。そうだね、ダブルキャスト自体がね、うん、あんまりないので、ちょっと不思議な感じですね。同じ役を違う人がやってるっていう。まあそんなわけで、ブルイズのように、あるじゃないですか、ね、宣伝も、はい、こちらまだ残ってるんですが、この DVD がですね、ほぼもうなくなりました。あら、嬉しいことに。嬉しいですね、ね、出てましたからね、ここね、出てましたからね、はい、はい、ありがたいことにね、なくなりそうで、はい、はい、ただ、今日まさに、はい、約10分ほど前に、はい、造反することに、あ、おめでとうございます。まだできないんですよね、だから龍馬の初日とかには間に合わないんですけど、はい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 、これは DVD はおいくらでしたっけ。 DVD はね、3500円です。安い。まあでも安いですよね。はい、そうですね、チケット代が3300円だったんですけどね、はい、それよりはちょい高め。ちょい、なるほど、はい、じゃあまだ持ってない方はもうしばらくお待ちでおいてください。はい、そうですね、ぜひ以上で売ってますので、よろしくお願いします。はい、はい、ここからは、YouTube 用のおまけのコーナーです。おまけね。さて、最近はまあ稽古も佳境ですけれども、いやもうね、稽古と同じぐらい白熱してるのがあったね。なんだって。なんだって稽古場と同じぐらいテンション上げてたものがあったよね。言葉変えたね。もう一回トライしろよ。もう白熱って言ってくださいよ。ワールドカップでしょ。ワールドカップ。いや、まあそうなんだけど、お前ワールドカップずらしたね。まあいいや。話がしたい。ワールドカップね。ドイツがもうびっくりしたね。すごい、2試合連続4点取ってますよ。あ、そう、イングランドから取ってすごいね、強豪から。すごいよね。
うん、そんな攻撃的なサッカーをねずっとしてるわけじゃないのね。基本守備ですよ。だカウンターでしょ。守備が硬い。本当にアルゼンチンの攻めがねほぼゴール前まで行かないんですよね。行かないね。あのペナルティーエリアの中入っていかないんですよ、うん、ゴールが。なるほどね。はい。でもませんでした。でも日本負けてからあんまりお金ですか。ああ、ない。うん、その後も見たけど、うん、あのアルゼンチンとドイツは取ってなかった。はい、あ、基本的にオンタイムで見てないんで。取って。うん、あのほら日本対デンマークがほら朝の3時ぐらいからあったじゃない。3時半から。でも稽古があったじゃない。そうなんです。見れないんだよねやっぱり。昼からね。うん。さすがに無理ですよね。やっぱりね見れない見た。あの僕は帰ってすぐ寝てね、うん、6時間寝て、お起きて、目覚ましかけて、見てすぐまた寝ました。また寝た。賢い。でしょ。あれ？いや俺も寝ようと思ったらその作戦で2人でやろうねって言って、はい、でお互いメールして起こそうねって言ってたら、そうそう、別の試合が始まっちゃって、そう見ちゃった。見ちゃって、ずっとガーンって見ちゃってたらもう日本の試合になっちゃった。3時にメールしたら一睡もしてないしがてそのまま朝はやってんすか。何やってんだよ。それ次昼稽古って何をやってるんですか。そんなに日本全体で応援する感じじゃなかったじゃないですか。最初ね。だってね、前4試合全然盛り上がってなかったからね。本当にダメだったからね。まさかあんなに盛り上がるとはって。ドラマティックだったね。ドラマティックだね。ドラマティックでした、本当に。 PK 戦っていうのが惜しかったですね、パラグアイ戦は。ちょっとね、もうしょうがないっちゃしょうがないんだけどね。でもなんか、あれぐらいもう本当にいけるんじゃないかっていうさ、対戦相手と状況ってなかなかないじゃない。もったいないね。もったいないですね。うん、たかもっていう。そろそろだって PK なんてさ、まあ言うても入って当たり前でさ、はい、うん、そのいかに防がれるかの勝負だからさ、うん、で運もあるから、うん、本当に、うん、だから、まあ、あれはしょうがないよね、うん、運負けしちゃったんで、あの勢い負けっていうか、なんか流れのムードとかねあるしね、うん、追い込まれた感もありましたよ、なんかね、PK 戦と日本が追い込まれた。そうだよね。パラグアイの選手すごい余裕で来てたんで、ね、不思議だね。なんかやっぱ自信だったんだろうね、なんか、うん、なんかほら根拠ない自信でもさ、やっぱある方がああいう場って結構、うん、その全体の空気がそうなってくるんですよね。そっか、なるほどね。なんかこっちは、僕はほら川島がすごく良かったから、まあ、そうだよね、なんかいけるかなと思ったんですよ、うん、でも始まった瞬間の空気がちょっとドヨンってしちゃったね。そうなんですよ。まあまあまあ、しょうがないですね。まあね、うん、まあでもあそこまで行ったんだから、はい、素晴らしい。これ、何でもいいっすか。こんな感じでいいの。こんな感じでいいです。ほんとおまけだから、はい、おまけだから。なるほど。まあみんなサッカー見て盛り上がってたなって話、まあまあまあ、そうだね。まあ、僕はウィーニングイレブンがすごい好きなんで、やっぱりやってます、うん、サッカーゲームね。僕今もやってます。僕基本的にずっとやってますから。ウィーニングイレブン本当やってますよね。ずっとやってる。面白いよ。勝てないからな、もう大石さんとやる。そうだから大石さんともうだってやっても試合にならないでしょ、うん、そんなことはない。無理ですよ。勝てないです。勝てないですよ。あのゴールエリア横を滑る。あ、分かる分かる。このエリアのところこう行って入れるやつでしょ。そうそうそう。すぐやる。マニアックすぎてみんなも分かんないかもしれないけど、あれがすぐだ。いやでもなんかあのやっぱロングが入りやすいね最近。ロングでミドルシュートが。あ、そうなんだ。うん、僕あのエディット選手っていうのがありまして、自分で作れるんだけども、はい、あの僕がその作ったアツオっていう選手を、ね、アツオっていう選手を作ったんだけど、それがさ、やっぱすごい育って、はい、あのバルサで、バルセロナにいるんだけど、バルサで、はい、バルサであのセンターラインあるじゃん、はい、センターラインをちょっと越えて、はい、ちょっと越えたあたりからミドルシュートを打つと入るんだよね。いいねーよ、そんな選手いないよね。キャプテン翼の世界だよ。すごいちょっと越えて、あのすごい、あのだから遠すぎて、はい、キーパーも反応してないんだよね。あ、そういうこと。そうだ、意外と入るんだよ。その枠に入れさえすれば意外と入る。フリーじゃない、フリーキックじゃなくて、そのドリブル全然ドリブルでポーンって蹴るとヒューストーンって入る。なんだそれ。はい、うだうだ話してます。うだうだ、サッカー話もちょっとこの辺にして、はい、ここら辺で締めたいと思います。はい、皆さん、劇場でお待ちしますので、はい、ぜひ見に来てください。はい、さようなら。